中村孝子をお送りしておりますミュージックスクエア、ここからはゲストの登場、ミスターチュードレメンバー全員を迎えしてお送りします。どうもこんばんは。またすぐに、それも突然遊びに来ていただいてどうもありがとうございます。近くまで来たもんですから。え、近くまで、いつでも来て、近くまで来たら迎えの車出すから一人ずつでもいいから、あのどなたが来ていただいてるのか全員なんでね、はい、ちゃんとお声を自己紹介お願いします。はい、ボーカルの桜井でございます。よろしくお願いします。どうもドラムの鈴木です。よろしくお願いします。はい、ベースの中川です。よろしくお願いします。ギターの田原です。こんばんは。よろしくお願いします。声が大きい。サイドギターの桜井です。はい、どうも。たまにコーラスやります鈴木です。リードボーカルではないんですね、ジェイさんは。もう今はリードボーカルって何ですか。何ですかになっちゃってるよ。でも分かんないですよ、次やるかもしれないです。あ、次やるかもしれないんですね。なんかあの、ね、あれですね、あの中川さんと田原さんはすごい冬って感じで、セーター着てきてるのに、座ってる順番で言うとその半分こっち、T シャツ、半袖の T シャツ1枚万歳してくれてますけど、今日はちょっと生理前の高温期です。で来てきたのね、はい、元気いっぱいね、はい、本当は風邪っぽいのに、はい、じゃあですね、早速曲の方を聴いていただきたいと思います。アルバムからのね、先行シングルにもなってますね。じゃあ、あの半袖でとても元気な鈴木さんから1曲目紹介していただきましょうかね。はい、脇締めが冷たい鈴木です。光の誘いをお聴きください、どうぞ。ミュージックスクエアをお送りしたのは、ミスターチルドレンのニューアルバムにも入ってます、そして先行シングルとしてもリリースされました、光の誘いを聴いていただきました。もうね、あのこないだ遊びに来てくれて、でまた数ヶ月で遊びに来てくれて、もうファンの皆さんは大喜びだと思うんですけれどもね、あのいろいろあの後おはがきが来ててですね、あの1年半休んでて番組に遊びに来てくれたにもかかわらず、もうすぐ遊びに来た感じ。あ、もうなんか2ヶ月前に来たんだよっていう感じで、変わってないミスターチュードレンが嬉しかったという。あ、そうですか。おはがきが、なんだ、お叱りのお手紙かと思って。なんで？もうちょっとしっかりやれと。もうちょっとだらけすぎとかね。もうちょっと感動的に休みの後は出てほしかったとか。いや、そんなことない。みんなやっぱり元気そうでいい笑顔だったっていうのがね、ラジオから伝わってきたっていうのがね、してましたけれどもね。そうですか。今回、ニューアルバムを持ってきていただいたんですけれども、タイトルがディスカバリー。はっ。これは桜井さんがお付けになったんですか？いや、なんつうんですかね。つけたというよりも、うん、よくわかんない、あんまなんか今回のレコーディングは、うん、いろんなことを意図しないでやって、うん、で、まあ、言葉としてディスカバリーという言葉がすごい引っかかったですよね、うん、じゃあ、こう降ってきたとか降りてきたとか、説明しろと言われると非常に困る、自然にポッと湧き出てきた感じ。そうですね、うん、ディスカバリーにしようとかって言われた時はメンバーの皆さんなんかいいなって感じ、それも。というか、うん、あのそのディスまず曲「ディスカバリー」という曲と「光の誘い」をデモテープで持ってきて、うん、でその時にも「ディスカバリー」というタイトルがあったんですよ、うん、アルバムタイトルにするとかしないとかじゃなくて、その曲のタイトルとして、ね、曲のタイトルとして、うん、でまあそれでその2曲ができて、アルバムの全体像というのが出来上がった感じがあって、うん、でまあみんなその時にもアルバムタイトルもアルバムのレコーディングも終わりに近づいてたから、うん、やっぱそれなりにこう思い描くじゃないですか、うん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 、その時にはもうだからディスカバリーかなっていう。あ、そっか。でもあえて、うん、じゃあそんななんかアルバムタイトルミーティングを開くとかじゃなくて、うん、みんながもうそれぞれこれ1曲目だし、この雰囲気でもうアルバムタイトルかなみたいな感じがあったんだ、うんまあ、結構自然な感じで、うん、田原さんもうなずいてますけど、できたらラジオでは声出して、うん、そうだねとか言ってもらえると、何回言われてるんだこれ。はい、あ、田原さんも同意してるんだなっていうのが全国の皆さんにも伝わるんじゃないかと思いますけど、今日田原さん喋る役なんでしょ、いっぱい。いや、そんなことないですよ。でさっきそういう風にミスターチュードの両親を背負って喋るっていう風に、なってるんですけど、これレコーディングっていう、仕方すんなよ、まあ、ラジオで仕方したら何もないんだよ。困っちゃうよ、タカちゃんだって。ねえ、どうせやるんだったらもうここで田原仕方するとか、こう自分でこう文字、そう文字フォームで、それいいね。田原ここ無言とかね。あ、また無言、うなずいてるの、うなずくんじゃなくて、きながらお茶を飲む田原。声出してほしいな本当に。あの、これっていつぐらいにレコーディングしたの？結構早くに音出来上がってましたよね。そうですね、10月の中旬には終わったかな。そうだね、あ、
去年の。そうなんだ。去年の。あ、そうなんだ、うん。早いですね。そうですね。レコーディングのその期間も今までよりも短い感じだった？そんなことはない。半年強ぐらいですね。あ、じゃあ長い方か、時間かけた。でも俺らは結構半年ぐらいやってる。かけてるか今までも。かかってないのかな。でも長い、長いね、まあ、期間は長いですけども、うん、やってる時間はそんなに、うん、あ、スタジオにその入ってる時間で言うと、そうですね、そんなには長くないかっていう感じか、ね、ずっとやり続けたわけじゃないですかね、ちょっとやって少し休んでみたいな感じでしたかね、うん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 、でもそれっていいよね、うん、精神的にね、なんかいついつまでに何曲を上げなくちゃとか、そうなんですよ、朝まで今日はやらなくちゃとかじゃなくて、それがなかったですかね、うん、それもないし、あとはだからある程度一回レコーディングするじゃないですか、うん、でそうしてやった後に間開けるんで、うん、その曲を客観的に見れたりするんですね、その時間が結構あったんで、そしたら初めに結構ちゃんともうレコーディングしてたのに、実際もう一回撮り直してアレンジとかもゴロッと変わったっていう曲もあったりするんですか？そうですね、ありますね、ありますね、なんだっけ、テンポが変わった ILB か、 ILB もそうだし、アンダーシャツも割とガラッと変わったものですね、フリーズムもそうか、でもそれ一応その違うバージョンも残ってはいるの？残ってます、お聞かせしたいですね、聞きたい、そういうの聞くと両方聞きたいよね、それもそれでね、すごくいいですよ、僕は好きですよ、ああそう、皆さんも両方好きな感じ、うん、ああそう、なんかほらよくあるじゃない、うなずかないたはらそこで突っ込む宝かの笑い声ってことはいいと思ってないのかな、違うバージョンはそんなことないです、そんなことないですか、すごくかっこいいです、すごくかっこいいですか顔は怒っているそれでさ、ないことないこと言ってもあのこっちの勝ちだよね、言い返さないタハラの全部今嫌そうにしているとかさ、タハラ鼻毛を抜くとか調べているのに気づかない、そう、喋らないと損かもよ、そうですね、そういう違うイメージつけられてるかもしれない、ね、うん、なんかほら全然捨ててこ姿もあのよくほらアナログ版とかでリミックス違うのを出したりするじゃない、はいはいはい、そういうのとかでいつかね、いやなんかす、ね、もう CD を1枚それで出せるぐらいありますよ、そうなの、うん、バージョン的には2枚組でも出せるぐらいな感じだったんだ、雰囲気的にはね、バージョンも違うの入れたりしたらね、まあ、うん、そこちっちゃい声でつぶやく、別に言わなくても出そうと思えば出そうと思えばっていうぐらいのね、うん、でも違うバージョンも聞きたいけど、でも今のこのバージョンも全部ねすごくかっこいいので、スタッフもねやっぱりこのテープが回った時からいいわって、アルバムいいわっていう、そうですか、そうですか、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、みんな今お辞儀した人たちがいいわって言った人たちでね素直にみんながってお辞儀してましたけど、タカちゃんどうすか、すごい気に入った中村タカ子、言葉を飲み込む嫌そうな様子であるあ、そう言ったらそうなっちゃうじゃない、すごい気に入ってるのに、タカちゃんこれ言いたいですけど、いやでもね曲選べないもんね、今日も何をかけようかって言ってたら、でもプリズムも好きなんだけどカップリングになってるしなとか、もうそういうのをね考え出したらっていうぐらい、ね、今日この洋服もいいんだけどこの洋服も着たいって感じなんですかそういう感じ、そうすかなんだかわかんないな、パカちゃんヘッドホンでっかいっすね、ヘッドホンがでっかいじゃんって、私がちっちゃいんでしょもうみんながヘッドホンに食われそうだとかばっかりねさっきから言ってるんですけどね、ここでですね、はい、また曲の方を聞いていただきたいんですけれども、じゃあ今度はタラさんにね、はい、紹介していただきましょうかね、2曲目、はい、みんな違うの教えたよ、かわいそうに黙って違う曲指さしてんだもん、メンバーの意地悪、メンバータラを落とし入れるそれではラララを聴いてください、今夜のゲストミスターチュードレンのニューアルバムディスカバリーの中からラララ聴いていただきました、はい、なんかあのこのアルバムでこういうの表現したかったよとか、実際なんかこういうのが表せたなみたいなの、自分の楽器の部分でもいいし、すごい気に入った歌詞とか曲でもいいんですけど、田原さんどうでしょうかね、まあ基本的には全部なんですが、どうですかね、特に別に目新しいことしたわけでもないですし、個人的にはなんかあえて休んでたからこういうのいっぱい挑戦しようというのも一つの方法じゃないですよ、ね、全然違う風に、はい、でもあえてそんなには無理に変えようとか思わないで、そうですね、何も持っていかないままにレコーディングに突入したんですが、うん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 、でも逆に休んでたおかげですごくなんか耳が、うん、耳が
住んでるっていうか、その場で桜歌ってくれてこういう曲なんだよっつってやり始めた曲とかもあるんですが、本当なんかもうその、いいとこにずっと触れてやっていけたっていうか、なんかお休みの効果大ねですね、なんかきっと理屈じゃない言葉じゃないもんがこう変わったの ね、はい、すごくね、中川さんはどうでした？そうですね、なんか割と今までとかちょこっとやっぱ考えてたんだけど、そのバンドのミスターチルドレンというバンドのグルーヴ感だったり、そういうものってどういうものなのかということとかをすごい考えたこともあったけれど、なんか終わりなきかなんかレコーディングしてる時に、そういうのを気にしなくても自然となんかそのミスターチルドレンらしさというものが、難しく考えなくてもできるっていうか、それも当たり前なんだけど、それに今なんか気づいた部分っていうのがあって、なんかこう特にこう気をつけてなんか新しいものをやらなきゃいけないとか、気をつけなきゃいけないとか、そういう風なんじゃなくて、もうあるものをそのまま表現すれば、それはミスターチルドレンらしさというか、その自分の思い描いてる、なんだろう、かっこいいと思うバンドらしさっていうものに近づけるんだなっていう手応えは今回のレコーディングでありましたね。当たり前なんだけど難しいんだよね、それがね、きっとね。なんかやっぱり長いことやってるし、売れてもいるから周りの人も評価もあるから、ミスターチルドレンらしさをこう求めていくと逆に違う、あのミスターチルドレンっていう、あの本人たちと離れたところにあるなんかバンドみたいなのね。本当に休んでるとか、まあその4人で音出して曲を作ったりとかしてない時が、その期間が本当良かったの、良かったなって思いましたね。すごくなんだろう、頭の中空っぽにするってわけじゃないけれど、その今田原が言ったように、その桜井がこう目の前で歌ったこういう曲っていうものに対して、なんだろう、そのもう聞いたままそのままこう自分が感じたままをまずぶつけるじゃないですか、それがねすごく新鮮だったし、なんか楽しかったっていうか、ワクワクした要素ですけど。でも音楽やるの楽しいからもともと仕事にしてるのに、だんだん逆になっちゃったりするけど、また楽しいなと思えるっていいよね。レコーディングが楽しいってすごいよね。いろんな、なんだ、期待も背負ってるのかもしんないし、もしかしたら分かんないですけど、プレッシャーになってる部分っていろんなもんで形変えてね乗っかってるのかもしんないけど、なんかそういうの全然気にしなくてよかったっていうのが、やっぱ大きかったですよ。そう、でもきっとアルバムにね、なんか言葉じゃなくてもいっぱいこう現れてるんだと思うんですけど、ジェンさんは、もう言うことないですね。そうでしょこれ割といつも田原さんが思ってることですよね。いつもこっちから聞いてて最後になったりするので逆に言ってみたんですけど、でもやっぱり始まりが、あの1年ぶりにあの4人音出したわけですから、まあ西東ありましたけど、アルバムレコーディングっていうのも1年ぶりですから、そういう時に4人でこうまず音を出してみたいっていう欲求があったんですね、欲が。今出したらどうなるんだろうなっていう期待感があるじゃないですか。で出した時に、楽しかったんですよ、もうそのセッションしてる時は。でその時が桜井がこういう曲があるっていう風にその場でこう弾き始めたのに、そのノリでこう乗っかってって、それがアンダーシャツの原型のバージョンができたんですけど、なんかそういうセッション的にもうすでにアルバムレコーディングに入っちゃったんで、そういう音楽を楽しんでるまんま、しかもあのレコーディングが進むにつれ、こうどんどんこうなんだろう、興奮していったりとか、こうあとフレーズ誰かが入れたら、おおかっこいいとか、そういうなんていうのかな、こう決してこうあのしぼまっていくんじゃなくて、末広がりな感じでどん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 楽しさとかも広がっていく感じ。そうなんですよ、なもんでしたから、印象として本当に楽しかったな、終わんのやだなっていう。全然レコーディング疲れみたいなしてないよね、そういう意味ではね。全然まだやってもよかったし、またスタジオすぐ入りたいっていうぐらいな感じね。じゃあね、終わっちゃうのか、寂しかったですもん。ああそう、すごいね、これが何年も経ってね、またそういうふうに思えるって。そうですね、桜井さんはどうでした？いやまさにその通りでもすごくバンドな感じするよね、すごく4人が強い感じするのはなんでなんだろうね、今回。あとね、だからすっごい楽しかったですね、だからこんなに
俺は自由だったんだなっていう感じが、だから楽しくて、うん、音楽鳴らすじゃないですか、うん、4人で。そうすると今まであの僕ら人間だったんだけど、音が鳴った途端に、うん、もう僕動物みたいになっちゃうんですよ、うんうんうん、だから人間の時に歩けなかった、なんだ走れなかったスピードで、うん、音楽が鳴ると、うん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 、走れるような、うん、そのぐらいなんかすごい動物、うんうんうん、はあなんだかな、突然切るよさっき、あの無理やり作ってるとか、うん、もうもちろんのこと作らされてるとか、そういうのもう程遠いところでレコーディングできてるのね。うん、もうそれでもう音楽に身を任せてると、お俺ってこんな瞬発力あったっけ、もうゾクゾクを、ゾクゾク今音が綺麗、なんて言ったらいいんだろう、ゾクゾクちゃんですね、すごい動作が入ったんですけど、そのゾクゾクに手の表情が入ったんですけど、ちょっと伝えられなくて残念だな。なんかプロデューサー小林さんとの関係もすごくいい感じがして、ちょっと距離があってバンドが自信もあって強い感じっていうのを勝手に受けたりしたんですけど、まあ、うん、その本当にこのアルバムのやる中で すごいなんつうんだろうな、プロデューサーの立場も変わっていったし、その曲、うん、曲で、うん、ね、入り込む度も違かったね。それもいいよね、なんかこう、うん、これはもうきっちり作り込んでた方がいいし、うん、その経験深い経験の長い小林さんに、ここは聞こう、ここはバンドでやろうみたいな、小林さんも大人になったと思うその言葉伝えておこう、ゾクゾクって感じで伝えておこうと言いながら、あったら言えないよね、ちょっと伝言なんですけど、君も大人になったねってカツコチになって言えないとは思うけど、でも小林さんも最初から何も言わずに、うん、俺らがやってると入ってきて一緒に弾いたりしてたんですよ。あ、じゃあどっちかってもうキーボードプレイヤー、うん、なんか一緒にやってくれるミュージシャンという、でもね、深海以降から割とそう、うん、こういう関わり方っていうのを望んでたかわかんないですけど、望んでたかもしれないっていうね、そういうなんかちょこちょこやっぱそういう感じでなんか弾いてみるっていうか、あんまりこうどっぷりそのもう全部を言うんじゃなくてっていう、うん、っていうところありました、バンド任せっていうか、うん、なんかなんとなくきっと親が子離れしていくね、ちょっと寂しい反面なんかたくましくなったなって小林さんとか嬉しくね思ってるのかもしれないですけれども、いや俺必要なかったらいつでも言ってねって言ってましたからね。そうなの、でまたほっぺたペロッとか舐めてんじゃないの、そこ近づいてって、いらない、いらないとか言ったら、いらないとか言ったら、いやそういう風に言うなよって言ってました、ね、言うと傷つくと思うよ、そうそうそう、ワイン飲みながら寂しいと思うよ、そうそうそう、じゃあですね、ここでまた曲の方を聴いていただきたいと思いますけれども、じゃあ今度は中川さんにね、はい、紹介していただきましょうか、またみんな違う曲を教えてんの、はい、それでは7違うよ違う、はい、アンダーシャツを聞いてください、はい、ミュージックスクエアをお送りしたのは今夜のゲスト、ミスターチューデンのニューアルバムディスカバリーの中からアンダーシャツ聞いていただきました、はい、復活もしたし、で割とレコーディングも早くね、音が出来上がったということで、割と時間あるんじゃないの、そんなことないの、なかったのか、今後は忙しいの分かりますけど、ずっとキャンペーンとか取材とかなんじゃないですね、うん、そうか、じゃあ全然遊んでたりはできなかったんだ、うん、12月1月とかもね、うん、忙しかったのね、1月は忙しいと思えば忙しい、そっか、うん、誰かなんか新しい趣味を見つけた人とかはいないんですか、あ、みんなが桜井さんを指さしてます、うん、あ、僕はあれですね、写真のほうあのどう合成をするのはなんかパンツとかそうそうそうコンピューターでパンツ取ってんの、女の子の水着脱がしたいとか凝ってその写真も自分が撮ってくるの、そうですね、とかありものも含めこうコラージュするみたいね、含めスキャンするのとかもあったりとか、そういうのにハマってるんだ、そうですね、面白いですね、それでなんか発表しないの、みんなメンバーは見たんですか、その作品は見ました、見ました、メンバーニヤニヤしているなんかそれでテレビとかでもオンエアできる感じのもの、うーん、どうだろうな、どうだろうな、僕の中では相当芸術度が高い、いいですけどね、と思ってる、うん、うん、だからそ T シャツにしたりとかもして、 T シャツにしたやつをあの寺岡義人くんに見せたんですけど、うんうんうん、センスにゃそうそう一言見た瞬間にセンスにゃセンスにゃって言われちゃったから、今こうゆずのね大プロデューサーでね、若い子たちもね、ゆずさんってこうその男に言う感じ、広島弁 で広島弁でセンスにゃセンスにゃーのお前これ言われたのあ、そう、じゃあちょっと商品化は遠いですかね、そうですね、どうですか、まあ、他の方は趣味なん、別に今のところこれといって、ダイエットですかね、
どんな鈴木さんボケか、ね、やばいんですよ。ちょっと笑いのセンスは蘇ってきました。この前去年聞いただいた時ね、錆びてる。もう全然もうみんな全然出て手振ってる感じ。もう錆び落ちたって感じ。あ、もうそれは錆び取れない感じね。もうもうボロ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 ってこう崩れ始めてもうもろくなってる感じもう人間と一緒でダメですよ。あ、もうダメだったんだ。ドロドロドロ。じゃあバンド的には休んで、全てがいい方向に向いたんですけど、ジェンのギャグに限っては休んだことによって、ちょっと取り返しのつかないことに、ね、音楽がどん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 こうやってこう良くなっていくんですよ。だけど人間がどん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 それにこう反比例してダメになってるんですね。それね、まあ、ギャグはそれで減るんだったらいいなっていう気もしないよ。かっこいい演出に近づくなっていう気はねしないでもないですけど。あれ、後ろのがん細胞。あ、でもいいじゃん。したらどん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 良くなってもらって、うん、他のものがだんだんダメなんでしょ、うん、会話も少なくなってきて、うん、黙って音楽だけやってなさいっちゃ。いいじゃないやってなさいっちゃ。坂井右手でハラハラするこれなんだこれ。あの、今後のお話なんですけれどもね、なんともう来週からですね、ツアーがスタートするということで、2年ぶり。そうですね、はい、もう2年ぶりなんだね。最後に見てからね、もうなんか、はい、あの、全部言っちゃったらね、見に行く人が面白くなくなっちゃうんですけど、ちょこっとどんな感じのライブになりそうかと。うん、すごくシンプルなものだと思いますね。だから、そうだね、きっとね、ステージとかも あんまり手込んでないし、うん、手込んでないっていうか、あえてその無駄なものはもう全部省いて、うん、演出に頼らずに、うん、音楽の力で、うん、はい、楽しみたいなっていう感じですね。ミスター・ジュデンを見せよう、曲を聴かせようという、そうそうですよね、音楽メインです。音楽メインでね、ギャグなしね。ギャグなし。なしね。他の人がなしって言われてるから。ショートコント。ショートコント。ショートコント。もう全部ぶち壊れだねそれ。まだでもネタが3つぐらいしかないらしいから。3つもあるんだでも。お前ショートコントってもう決まってんじゃん。そうだよ、アドリブなしだよコントだったらきっと。それは1人2人とかでやる。4人でやるの。今度じゃあ4人のギャグの力も。一言ずつね。一箇所ずつ。曲間ギャグみたいな。うん、やっていかない方がいいと思うけど、今回こんなに曲いいんだから曲をたっぷり聴かせてほしい気しますけれども ね、あの、今後もそれこそレコーディングが楽しかったということなので、はい、次もう今年アルバム出したいなとかある？レコーディングしたいなとか。まだまだそれは無理か。本当最近なんかメラメラと、うん、あ、そうなレコーディングしたいなって、あの、ね、なんていうんですかね、あ、それは何ですか、何の話ですか、気持ちの話ですか。あ、気持ちでいいよ。リリース予定とか、ね、あ、そんなじゃなくて気持ちでいい。何それ。いやいや、まあ音楽はそれはライブをやりながらですね、多分今のところ予定は全然ないんですよ、うん、レコーディングをいつやるかとかっていうの、うん、だからライブやりながらまたレコーディング、だからどんな曲を書きたいかっていうのももう今全然わかんないんで、うんうんうん、それをだからライブやりながら探しながら、ライブやってるとおうってまた見えてくる、なんかポンって降りてくるかもしれないし、そうですね、かもしれないですね、全然違う曲浮かんでくるかもしれないし、わかんないね、じゃあね、そうですね、ツアー終わった後どういう風になるかというね、いやでもきっとみんなものすごく安心してると思うので、ファンの皆さんね、今年はガンガンやってくれるんだなという、はね、はお休みももうないですもんね、いやしばらえそんなことも約束しません。とりあえずツアーがあるということで、休みっていうとね、またちょっと誤解されるんで、そうだよね、アルバム制作期間ですか、うん、でもみんなの精神状態とバンドの雰囲気がねすごくいい状態なのが皆さんに伝わったんじゃないかと思います。じゃあ最後に一言ずつさよならメッセージをね、はい、田原さんからいきましょうか、お別れを、はい、さよなら。絶対そうするこれがまた田原流のギャグですからね、トーンで来てくれるから4文字しかなかったんですよ ね、ここの中に。またこっちがさよならのメッセージって言ったらもうさよならなんだ。中川さんは、はい、今年結成10周年なんですよ。おお、そうだ、お、今思い出した、あ、そうなんだ、はい、すごいすごいですよね、うん、もう人生の3分の1ですか。そうですよ。この間のジェンの違い、うん、人生の3分の1じゃない。あ、俺生きてきた、生きてきて7年目のもう俺30歳死ぬんだじゃん。そう、うん、まあ10周年別に 何するってわけでもないんですけど、うん、まあいい感じに本当バンドが成長してきたなと、うん、それ伝わる思います、うん、アルバム聴いていただければ分かると思いますわ、うん、はい、
ジェンさんは。そうですね。10周年目にしてこれを出せたっていうことは嬉しいことですね。うん、まあできてたのは去年なんですけど。でも、ね、そうだね。そうですね、うん。ちょっと今びっくりしましたよ。僕の人生の3分の1ですけどね、早い短かったですね信じまんで俺は、なんかくれ、でもですねあのライブ始まりますけど、うん今僕らすごくライブを楽しみにしてますので、うん、多分ですねあの何本か例えば東京でしたら何箇所かやりますんで、うん、東京近郊も含めて、うん、最初に見た人はちょっと後のやつ来たら内容変わってるぐらい、うんうんうん、結構そういうところフレキシブルじゃないですけど僕らそういう感じで多分進めていくとこもあると思うので、うん、ちょっとアレンジ変えてみようかなとか。そうですね、あるかもしれない、ね、あるかもしれない、もしかしたら前のバージョンも聞けるかもしれないんで、おえなるほど、それわかんないです本当に、うん、そうか、うん、複数行かなくちゃコンサート。そうですね、だからあのそういう意味でこうお客さんもこう何が来てもこう一緒にこう楽しめるようなこう状況でいらしてきてくれると、うん、自然体でね、え、うん、音楽を楽しみに来てください。はい、はい、桜井さん、さようなら。あ、僕はもう本当にあのアルバムをあのじっくり聞いてみてくださいっていう感じですね、うん、はい、本当にね素敵なアルバム出来上がって、あのこれからもですねミュージックスクエアまた続けて遊びに来てくださいね、はい、よろしくお願いいたします。僕も聞いてるんで、また遊ぶ。本当ですよ。この間はそんなこと言って、ね、この間はね、タカちゃんテンション高いラジオやっちゃった。やっちゃった。やっちゃった。ダメなんだ。あの日はダメだった。どの日なんだろう。誰がゲストの時だったんだろうか。じゃあゆっくり曲の間に。あの顔見したかったですね。あの日はダメだった。じゃあちょっとこの後お叱りをね、うん、反省したいと思いますけれどもね、今日はどうもありがとうございました。じゃあ最後の曲ですね、なんかバージョン違いも聞いてみたい気がしますが、これもめちゃめちゃかっこいいですよね。じゃあ桜井さんの方から締めていただきましょう。はい、まあ、本当に一発撮りでこれやったんですけども、歌も全部、うん、そうです。だからギターのエフェクターとかも足で踏んでます、うん、あ、そうなんだね、本当にね。そうなんですよ。ライブって感じね。お尻で踏む。間違ってたら、肛門に入っちゃってブチューなんですって。せっかくかっこよく締めてたのになぁ。ほら、錆びついてる。まあ、すごい、いい演奏と歌なんで聞いてください。I'll be。